感染症法上の分類が2類相当から5類へ正式決定今日はその中でもワクチンについて深掘りしていきます今回も出どころのはっきりとしているデータと私の取材を交えて真摯にお伝えする大石解説です。 ワクチン接種率からおさらいしていきましょう1回目2回目のワクチン接種率は日本では80%ぐらいでした3回目のワクチン接種率68%をちょっと超えたぐらいなんですね4回目5回目接種した方もいらっしゃると思います今回は実はこの話なんですね令和5年 春開始接種についてです。そのお知らせが厚労省からももう出ています。5月8日からスタートするんですね。令和5年春開始接種では、重症化リスクが高い方、高齢者、基礎疾患を有する方にワクチン接種いただけます。ワクチンを接種いただけます。春開始接種の対象ではない一般の方への追加接種は5月7日で終了し、 その後は今年の秋を予定しています5月7日で一旦終了するということなので私の取材ではですね今駆け込みでワクチン接種をしている方が徐々に増え始めていますでは今回のこの春開始接種どんなものなのか見ていきましょうこの赤く囲っているところです初回接種 1>, 1回、2回目接種を終了した以下の方が対象ですと。65歳以上の高齢者、12歳から64歳までの基礎疾患のある方、そして医療従事者の方などが対象ということです。春開始接種なんですけども、秋も打って、2回打ってワンセットという考え方なんですね。で、これ以外の方もいらっしゃいます。対象です。 5歳から11歳の基礎疾患のある方はさらに1回追加接種が可能だということなんですねではこの部分の方今回どういう扱いになっているのか見てみると高齢者の方と基礎疾患を有する方は努力義務がありますけども医療従事者そして高齢者施設の介護従事者の方などは努力義務がついてないんですねまあ、努力義務というのは ワクチン接種に努めなければならないというものなんですね。義務とありますけども、えー、実際は罰則もありません。で、今回何が違うかというと、医療従事者の方などが努力義務ついてないんです。ここが決定的に違うということなんですね。で、一般の方は秋から、まあ、一般の方というか、あの、健康な方ですね。健康な方はですね、 秋以降9月以降から接種が始まるということなんです、まあ、今、ですね新規陽性者が徐々に増え始めている中でのワクチン接種スタート接種する方もいらっしゃるかもしれませんけども接種する前にですねベネフィットとそしてリスクというのをしっかり理解していただければと思うんですねその中でちょっとリスクを見ていきましょう。うこちら副反応疑い報告です 副反応疑い報告制度というのがあるんですがこれはです、ね、製造業者、ね、製造メーカーからの報告になりますどれだけあるかというと副反応疑いは2万6991件あります死亡疑いは1983件です接種回数見てみましょうこれまで総接種回数は3億8000万回を超えています このの総接種回数でで反応疑いです少なくないっていうふうに感じる方もいらっしゃるかもしれませんけどもねこれどういう制度かと言いますとワクチンを打った後に具合が悪くなって例えば病院に行きますその時に先生がですねあっこれはワクチンとの関連がありそうですねと先生が認めたもの それだけが国に上がっていくんです認めてないものはここに上がってこないんですなので実はこれ氷山の一角ではないかというふうにも見られておりますそして死亡疑い1983件となっているんですねあのこの副反応疑いに関して言うと実は今日ですね ワクチンの分科会がありまして、最新の資料が出ました。これ見ましたけども、やはり副反応疑いで多いのがアナフィラキシー、心筋炎、心膜炎、そして血小板が減少する病なんですね。まあ、それらが圧倒的に多いです。ただ、その他の症状を見ると、これ、わかりますもう、いろんな症状がたくさんあるんですね。 症状が多岐にわたっているというのがいわゆるこのワクチン後遺症その特徴でもあるんですねなのでこれからワクチン接種をした方でもし具合が悪くなってしまった場合その時はこれ厚労省のホームページでも公開されてますのでこの症状を見てくださいで症状もし合致していたらですねもしかしたらワクチンの可能性がありますのでここぜひチェックしてみてください さて、これは副反応疑い報告制度というものなんですが実はもう1個、制度があるんですこちら、予防接種健康被害救済制度というものです。これは何かと言いますと、まあ、ワクチンを接種した後に具合が悪くなったりそして亡くなってしまった方さまざまな資料を揃えてですね、厚生労働省にいろんな救済をお願いしますと。 いいうふうふにお願すする制度です受理件数が7288件このうち救済認定されている数が2398件まだ半分にも満たない状況ですねで死者の救済認定どれだけあるかというと53件です53件先ほど亡くなった方1983件とご紹介しましたけれども救済認定を受けている方は 53件なんですね救済認定を受けますと例えば死亡一時金が支給されたりしますこの2023年の4月で改定されまして少し一時金増えました4530万円ですそして葬儀料21万2000円などが給付されたりもします死亡以外の方はですねあの医療費補助してもらったりということもあるわけですね こういった制度もありますこれ何が違うかというとこちらはですね厳密な医学的な因果関係を必要としますしかしこちらは厳密な医学的な因果関係は必要としないというものなんですねそこの違いがあるということなんですよねまあこれはですねぜひ頭に入れて ワクチン接種していただきたいなというふうに思います。で、このワクチンの副反応どんな実態なのか、実際あまりよく分かってないんですが、厚生労働省がですね、二千二十三年今年の二月から。 実態調査を始めました。そして今日ですね、実はこんな資料が公表されました。新型コロナワクチン接種後の遷延する症状に関する実態調査について。遷延するというのは、まあ長期にわたって副反応が続いているような状態。まあ、いわゆるワクチン後遺症に関する実態調査についてというですね、第一報が出たんですね。これ、あの、中身いろいろ見ました。いろいろ調査はしているようなんですね。 これに関してはです、ね、しっかり読み込みまして来週皆さんにお伝えいたしますさて大石解説なんですけども実はラジオでもやっています CBC ラジオ大石邦彦の「Now o n ェアこれポッドキャストでも配信していますのでぜひそちらの方も聞いていただければと思います